市長、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ようこそ市長室へご覧いただいている皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんには健やかに新年を迎えのこととお喜び申し上げます。昨年も私はいろんなところへお邪魔して、市民の皆さんやボランティアの皆さんから大変貴重な話を聞かさせていただいて、それを市政に反映させることができました。今年も皆さんと一緒に皆さんのお力をお借りして、子どもから高齢者まで誰もが住み心地一番を感じれる、そんな蟹市にしたいと思ってますので、今年もどうぞよろしくお願いします。市長、私も聞き手としてどんなお話が聞けるのか今年も楽しみにしています。昨年は大変盛況だった花フェスタ2015岐阜も行われましたし、思い出に残る1年だったのではないでしょうか。そうですね、花フェスタ2015はね、本当に多くの方に来ていただいて、多くのイベントがあってね、市民の皆さんもね、イベントに出ていただいたり、ボランティアでね大活躍していただいて、おかげさまで、41万人を超えるね、大変多くの方が市内外から、また県外からもね来ていただいて、本当に大成功だったですね。今年もね、蟹市内ではいろいろ楽しいイベントがありますので、ぜひ多くの皆さんに参加してほしいと思います。思い出といえばね、昨年11月にオーストラリアのレッドランド市を訪問したのは大変印象深いですね。市長になって初めて海外へ行ったってこともあってね、いい思い出です。なぜオーストラリアを訪問されたんですか？市長になった時からね、蟹市の子どもたちにはできるだけ視野を広げてね、成長してほしいっていうのが願いでね、蟹っ子英語プログラムというのをね始めたのも、そのうちの一つなんですけどね。蟹市出身の方でね、オーストラリアのレッドランド市にいる方が取り持っていただいてね、オーストラリアとの交流が始まったんですね。素晴らしいところですし、時差もないですしね。最初に蟹工業高校の生徒さんたちで英語を勉強している子どもたちが、オーストラリアで日本語を勉強している子どもたちとスカイプでね、時差がないんでね、スカイプで交流するところから始まって、お互い行き来して姉妹校になったりね、レッドランドからも子どもが来てくれて、蟹市内でホームステイしてくれたりね、そういう交流が盛んになってきたんで、正式に教育と文化のね友好関係を結びましょうということでお邪魔して協定をしてきたんですね。レッドランド市と蟹市が教育と文化の面で交流するんですね。もうすでに蟹市ではね、海外の方をホームステイで受け入れる事業とか、海外の人と子どもたちが文通するね、ペンパル事業とか始めてるんですけど、今年も子どもたちを中心にした交流をね、もっともっと深めていきたいと思ってます。レッドランド市はどんなところでしたか？またね、機会を作ってね、この番組でもね、もっと詳しくお伝えしたいなと思ってるんですけど、やっぱり亜熱帯の地域なんで、年中ね、花が咲き誇って、紫とかね、その割と原色に近い花があって、とても綺麗な町なんですけどね。でもそういう景色を、4日間ですけど見てると、その日本のね、その四季お料理に変わる自然の美しさ、こう年中派手じゃなくてね、ガラッとこう四季とともに変わっていく美しさが本当に貴重で、かけがえのない自然だなということでね、この自然も大切にしなきゃいけないなと改めて思いましたね。私も季節の移り変わりを年々しみじみと感じるようになって、四季を楽しむことができる日本に生まれて幸せだなと思います。そうですね、もうあっという間にね、3月になると、まず鳩吹山のふもとがね、片栗の赤紫の絨毯でね、本当に綺麗になりますよね。それ
それからまたすぐ4月といえばね、桜で、蟹市内でも金山のね、蘭丸ふるさとの森公園の千本桜ですね、それからこの市役所の前のね、蟹川の桜並木もね、本当に素晴らしいですし、夏になるとね、薬王寺の大賀ハスとかね、姫候補ね、これが見事ですよね。姫候補は黄色いね、可愛い花が咲くんですけど、最近ちょっとね、ボランティアの皆さんの話では弱っててね、今年本当に咲いてくれるか心配だということなんですけどね。それから秋になるとね、蟹川下流域自然公園のモミジですよね。これも本当にしっとりとしてね、美しいですよね。それぞれの時期にはイベントが行われて、食べ物の屋台などで地元の美味しいものが食べられますよね。皆さんそれも楽しみの一つなんじゃないでしょうか。そうですね。それとね、蟹市内では一年中ね、いろんなところでスポーツやね、健康づくりのイベントなんかが行われますので、それにもぜひ参加してほしいですよね。 KIB スタジアムではね、高校野球や大学野球、本当に闘志あふれる試合が見れますし、テニスコートも含めてね、プロのね、ゲームなんかも見れるようにね、したいと思いますしね。結構素晴らしい選手がね、時々来てるんでね、ぜひ見てほしいなというふうに思いますね。それは楽しみですね。それから今年は特にね、9月に第70回全国レクリエーション、大会 in 岐阜というね、岐阜県で初めてのレクリエーションの全国的なイベントがありましてね、蟹市も会場になるんですよね。蟹市ではティーボールというね、普通野球とかソフトってのはこうピッチャーが投げてそれを打つんですけど、そうじゃなくてゴムでできたバットみたいなティーですね、その上にボールが乗ってて止まってるんですね。それをこうバットで打つ、より打ちやすいって言いますかね、そういうゲーム結構難しいんです。私も打ったんですけど、下のまさにゴムのティーに当たったり、ボールの上の方に当たってコロッと落ちたりして、なかなか難しいんですけど、そういうゲームがあるんですね。それから蟹市ではないんですけど、例えば吹き矢とかね、昔遊んだようなものがレクリエーションになって登場しますのでね、ぜひいろいろなレクリエーションをね、楽しんでほしいと思いますね。レクリエーションの全国大会ですか。市長がおっしゃったように、普段やったことのない軽スポーツが楽しめそうですね。 KYB スタジアムは県内初の全面人工芝で立派な球場ですから、ぜひ行ったことのない方には行っていただきたいですね。そうですね。それとね、やっぱり日本といえば祭りですよね。蟹にもいろいろな祭りがあってね、例えばくくりの八幡神社の大祭とかね、土佐の白鬚神社のね、やぶさめとかね、これなんか本当に伝統歴史が感じられてね、触れることができますよね。その他にもね、毎年これ本当に人が増えてますけど、蟹の夏祭りですね、それから秋の夜空を彩る片びらの花火大会ね、これなんかも本当にぜひ見逃さないようにね、参加してほしいと思いますしね。からお盆の時期ですかね、市内各地で、夏祭りあるいは盆踊り大会がねありますよね。私もいろんなところから声かけられてね、多い時は1日に5箇所も6箇所もねお邪魔するんですけど、結構そういう地域の盆踊りのね、発祥というのもね、地域性があってね、面白いと思いますね。それからもちろん花フェスタ記念公園や、アーラですね、そういうところでは市民有志の皆さんがいろんなイベントをね、行ってくれますので、こちらにもぜひ参加していただきたいと思います。市長、そういった情報はこちら、蟹市が作ったイベントカレンダーをチェックすればいいんじゃないでしょうか。そうですね。蟹市のねイベント、それから市役所がやってるイベント以外のね、市民の皆さんのイベントもね、載ってますので、ぜひチェックしてほしいと思いますね。もちろん広報誌やね、ホームページでイベントをお知らせしますけど、このイベントカレンダーは年間通してね、
載ってますし、これは連絡所市役所で手に無料で手に入りますので、ぜひ入手してください。またホームページからこのイベントカレンダーに入ってもらうとね、検索をしたり月ごとに調べたりできますので、ぜひご利用していただきたいと思います。今回のテーマは、蟹市は今年も楽しみ盛りだくさんですが、その通りですね。そうですね、遠くに、ね、出かけるのも楽しいんですけれども、ぜひこのイベントカレンダーを利用してね、まずは蟹市内を満喫してほしいと思いますし、それから出かける時にはね、蟹市外に住む友達にもね、声かけていただいて、蟹市の楽しさをね、広めていただきたいと思います。こういったイベントの他にも、蟹市には国指定史跡の美濃金山城跡や荒川豊造資料館など見どころがたくさんありますよね。以前、ようこそ市長室へのロケで人間国宝荒川豊造の住居跡や作業場へ行きましたよね。現在そこは立ち入り禁止になっていますが、今後一般公開へ向けて庭などを整備していくというお話がありましたよね。そうなんですね、荒川豊造先生がね、作陶活動されてたその当時のね、雰囲気が伝わればいいなと思ってね、作業場とかね、それから住居跡をね整備して、そこを訪れた方がね、くつろいで、楽しみながらね、400年以上続いてるこの蟹のね、芸術のパワースポットのね、エネルギーをね、体感してほしいなと思ってますね。まあ、そういったこととか、それ以外のね、蟹市のいろんな見どころを今後どういうふうに整備していくのかということを示す観光グランドデザインというのをね、昨年から策定しておりまして、それが完成して、新年度からね、そのグランドデザインに沿った整備を進めていきますので、もっともっとね、市民の皆さんには蟹市の素晴らしさを味わって、それを市外へもね、広げていきたいなと思います。市内のさまざまな箇所が整備されて、もっと楽しめるようになるんですね。観光グランドデザインが出来上がったら、ぜひ市民の皆さんにお知らせいただきたいです。丹羽さんね、昨年11月に国の特別天然記念物のコウノトリがね、蟹市に飛来してくれたことを知ってますか？はい、残念ながら実物は見られなかったんですが、映像で見ました。蟹市にしばらく滞在したんですよね。そうなんですね、福井県でね、放たれたコウノトリのゆめちゃんなんですけどね、蟹市をとても気に入ってくれて、長い間滞在してくれてね、滞在日本新記録というのを作ってくれたんですけど、私はね、コウノトリですから、コウっていうのは幸せという字につながりますのでね、幸せの鳥と、ゆめちゃんが蟹市に幸せを運んできてくれたんだなと、そういうふうに思ってるんですね。ですから、今年1年、市民の皆さんがね、楽しく幸せにね、過ごしていただいて、そしてまた多くの方がね、ゆめちゃんのように蟹市に来ていただいて、にぎわいのあるね、活気ある、そういった蟹市の1年に、ね、なってほしいと願ってます。コウノトリのゆめちゃんが気に入ってくれたように、より多くの人に気に入ってもらえる蟹市になるといいですよね。市長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。